新潟幕戦2月9日から1936年6月10日は、大正昭和期の日本画家である。舞妓林泉東京国立近代美術館、明治20年、新潟県佐渡郡新井坊村の農家の三男として、生まれる。本名は金次。哲学者の土田京尊は弟である。明治37年、竹内聖邦に、弟子入り。明治44年、 京都市立絵画専門学校を卒業している。同年には、小野地教らと共に、前衛的な絵画運動の会である仮面会を結成。黒猫会に参加。文展には在学中の明治41年から出品していた。この頃の作品には、ゴーギャンの影響が見られる。大正7年、漠戦は、同じ京都市立絵画専門学校出身の同志であった。 村上科学、榊原司法、小野知教、野長瀬番花と共に国画創作協会を旗上げした。同会は伝統的な文典の審査のあり方に不満を持った若手日本画家たちが西洋美術と東洋美術の融合と新しい日本画の創造を目指して結成したもので近代における日本画革新運動の代表的なものとして日本美術史上重視されている。 同会は大正7年の第1回展を皮切りに昭和3年までに東京及び京都で計7回の展覧会を開催したが爆戦は第1回展に出品したユナズをはじめとして毎回意欲作を出品し国画創作協会の中心的存在であった爆戦はルノワールやゴーギャンに傾倒し伝統的な日本画に西洋絵画の重厚なマチエールや 合理的な空間把握、幾何学的な構図などを取り入れた新たな絵画の創造を目指していた。大正10年、バクセンは実況、番花と共に等。約1年半にわたり西洋絵画の研究と制作を行っている。バクセンにはコレクターとしての一面もあり、この等中にルノワール、セザンヌなどの西洋絵画を収集している。現在、 大原美術館にあるセザンヌの水浴は爆戦急造品であり、彼が自らへの刺激とするため常に画質の壁にかけていたものであるという。昭和2年、フランス政府よりレジオンドヌール勲章シュバリエ賞を受賞。三男塾を主催し、小松人氏、福田豊ヨ郎、北沢栄月、今おつや子らが育った。ユナズ二曲一層東京国立近代美術館像。 重要文化財、レジオンドヌール勲章シュバリエ賞。ありがとうございます。